ゃあそれでは、はい、最後の問題です、はい、なるほどね、なるほどね、なるほどね、ティッシュでちょっと歌った今これはもうね、俺はね、一発分かったっす。いや、もう一瞬で分かった。でもこれは俺はもう答えっす、うん、これ一瞬で分かった。君はこれ、僕は明確にイメージのつく人物がいます。俺もね、いるけど誰だったかな誰だったか、誰だったか、もう僕の中でだいぶ黒いです、うん、いやいやいや、あ、いや僕の中でだいぶ黒いです。あ、じゃあ潔白証明していいですか。はい、はい、潔白証明するならそうですね。でも答えを出しすぎるとでも危なくないですか。でもやっぱその早く食べれよえ、これじゃあ分かった、ファーさん、もうこれっぽい動きをしてください、うん、あー、いくよとどろきさん僕これでしょ。おお、いやちょっとそれ、いや分かんない、あの一撃で殺せないやってるかもしんないし、私が詳しくないのかな、うん、ほぼそうなんだけど、よくできましたって感じ、うん、よこれ何色のやつよく見るんですか。何色のやつ、何色のやつ、何色、これこれでも人によるよねふわさんは、ふわさんは何色だと思ってますか。茶色、茶色、うん、でもなんか茶色確かに分かんなくなる、くしゃ分かる、それなんか、うん、もう一回動きやってもらっていいですか、うん、分からんなバンジーガムだから、密かなんだよ。いやでもこれ本当ね、近いよ近いか、あのこっちは探り探りで答えないといけなかったから僕は茶色言ってたんだけど、茶色と茶色なんか、ま、迷うの分かる、どうなんだろう、迷うの分かる、分かんない、え、うん、色は色だよ、うん、僕はもうこの人に傾いてきた。ただもう一回あのその動きして、うん、なんでなんでちょっと違うんだよこうならない、いや待ってよ、いや、あ、いや、もう一個、もう一個やっていい、もう一個、はいはいはい、おこれ白ですか。いや白に近づいてた、ちょっと俺ノイズだったかこれ。いやでも分かるよ、あ、本当、あ、じゃあせーのでもいいよ、言っときます、うん、よし、いいですよ、いきますか、はい、せーの、いや多分これは難しかったと思う、難しかった、相当難しかったと思う。僕らのはせーの、納豆、あーそう、好き嫌い無理だそれ、いやだめっちゃ買い入れたっすもんだって、うん、何でした、え、これなんか違和感、酢漬けにした何かなんですよね見ていいですか、はい、梅干し、梅干し、なるほど、梅干しだったんだ。いやスメルウルフ、はい、これおもろかったっすね、面白い、ね、これまた普通にやりたい、うん、ですね、うん、でもちょっとやっぱ信用ならんすね。いやなんかこれ別に五感を鍛えるっていうか、 なんか疑いの心が、うん、メンバー感不信ね